情があって、今日はマサトさんなしの漁になるんですけど、まあまあの量が上がってきましたようやく漁にもちょっとずつ慣れてきて、なんとかやっていけるようになりました。おはようございます。事情があって今日はマサトさんなしの漁になるんですけど、7月になってマナガツオ漁が最盛期に突入したということで、大量にマナガツオが取れると思うので、ぜひ最後まで見ていってください。よし、大量まではいかないですけど、まあまあの量が上がってきました。で、まず大きいのだけ探して先に締めていきます。大きいのは港で直接仲買人の人が来て買ってくれるので、大きいのをまず締めていきます。いつもと比べたら量は多いんですけど、ここ5日ぐらいと比べたら全然少なくて、最近では60キロ、70キロぐらいが取れてたんで、最近と比べたら少ないですけど、まあまあの量が今日も取れました。で、大きいのがある程度締めれたんで、次中ぐらいのマナガツオを締めていきます。で、船に近づいたら船の紐を大黒丸につなげます。よいしょ。で、網の目を今までは確か5寸でやってたんですけど、こういう小さいマナガツオが抜けてしまっていたんで、今はもう少し小さい網目でやっているので、小さめのマナガツオも引っかかるようになってます。7月中旬になってからのマナガツオが本当に多くて、この4日間ぐらいはずっと60キロ、70キロ取れてたんで、今日も取れるかなと思って楽しみにしてたんですけど、今日は多分40キロぐらいだと思います。今までよりもクラゲも減って、かなりいい環境というか、漁はしやすい状況になってきてるのかなと思います。あんまりわかんないですけど、ここ最近になってこういう感じのタイも何匹かかかるようになってきました。で、魚を締め終わったら、この上をちゃちゃっと軽く流してクラゲを落とします。漁師の見習いを始めて2ヶ月ぐらい経つんですけど、ようやく漁にもちょっとずつ慣れてきて、なんとかやっていけるようになりました。マナガツオをトラックに積み込んで、今取った魚を氷に入れて出荷する準備をして、こっちに残ったこの大きめの2キロ以上ぐらいのマナガツオは、ここに仲買人さんが直接取りに来てくれるので、その仲買人さんに受け渡して、大体の量は終わりです。で、明日も多分僕が動画1人で撮ることになると思うんですけど、見てください。では今日はこの辺で。今日は大きいのが多そうです。お、昨日仲買人さんに大きいのは水で血抜きをして持ってきてって言われたので、バケツに水を張って血抜きをします。今日は多いですね。よいしょ。多分今日見てもらったら分かる通り、雨が降ってるんですけど、雨が降ったら海ってちょっと濁って、その濁った影響で魚が網を見づらくなってちょっと多くなったっていうのも、その増えた原因の一部ではないかなと僕は思っていますけど、動画で何回か言ったことあるんですけど、このマナガツオって全くカツオとは無関係の種類で、なんでカツオとは無関係やのにマナガツオっていうかというと、カツオが取れない瀬戸内海でカツオが取れる時期にいっぱい取れることから、カツオの代わりとしてマネガツオからマナガツオに派生していったっていう説と、マナって本当にとかそういう意味があって、本当に美味しい魚っていうことでマナガツオっていう名前が付けられたっていう説とか、いろんな説があります。でこのマナガツオ、なんで7月から8月に瀬戸内海に集まってくるかって言ったら、産卵のために瀬戸内海に集まってきます。でその7月から8月に瀬戸内海では多く取れるんで、マナガツオの旬自体が7月から8月っていう風になってます。船が近づいたら紐を取ります。でさっきの続きは、このマナガツオは2キロぐらいのものはほぼ 100% の確率で卵が入っています。で逆にマナガツオのオスって僕の経験が少ないだけかとは思うんですけど、っていうか絶対にいないわけはないんですけど、マナガツオのオスって見たことがないです。閉めた時にこうビクってなるやつとならないやつがいて、反応あるかなしかでも魚を分けています。なんかそれでも値段が変わるみたいです。やっぱり昨日は少なかったんですけど、今日は結構多いですね。さすが最盛期っていうだけあります。久しぶりの登場ですけど、めっちゃでかいオニオコゼいました。これはちょっと分けとこう。オニオコゼとめちゃくちゃでかいタイ、なんかでっかいタイが2匹以上入ってるところは見たことないです。これがトビエイですね。よし、これでだいたい魚を締める作業は終わったんで、いつも通りクラゲを流していきます。このクラゲを出す作業も最初の頃に比べたらめちゃくちゃクラゲが減って、今ではもう一瞬で終わっちゃいます。いや、クラゲが減ったっていうか、網の目を大きくしてるんで、船に上がってくるクラゲが減って、最初と比べたらめちゃくちゃ早く終わります。生きてるマナガツオの血抜き、順調に血が抜けています。こっちはもう死んじゃってたやつなんですけど、血が抜けています。でこの網を片付けるのが僕の仕事なんで、網を下ろして網に残ったクラゲを海に捨てます。でこれ網を上げるときに使ったタマコって言われるロープなんですけど、タマコを外して網を結びます。あ、結ぼうとしたら港に着いちゃったんで、先に港に船を、ありがとうございます。この締め板でホヤホヤのマナガツオを仲買人の人に渡します。でこの締めた時に反応があるやつとないやつで、ないやつだけでも結構値段が変わるみたいです。で残った魚をトラックに、で網の続きをやります。この作業を失敗したら、ここから魚が全部逃げてしまうので慎重に。でこっちのロープをここに通せば外れることはないです。これでだいたい漁の仕事は終わりです。で今日で多分大きいの20キロ弱と小さいのが40キロ弱と出たんで、50-60キロマナガツオが取れました。今から漁港に帰ってマナガツオを氷にして仕事が終わります。では今日はこの辺で終わっていきます。ありがとうございました。今日はこの網が軽いのでもしかしたら少ないかもしれないです。この黒いエイは普通のエイよりもなんか凶暴で攻撃してくるんで怖いんで網で逃がします。今日は昨日とは比べ物にならないぐらい少ないですね。でっかいのこれぐらいか。でこのマナガツオ食べてる動画を何個か上げて美味しい美味しいって言ってる動画あると思うんですけど、美味しいだけじゃなくてこれ白身の魚なんですけど、この白身には DHA とか EPA とか不飽和脂肪酸っていう体にいい油が多く含まれていて、気力力の低下を防いだり目が老化するのを防いだりするいい油いい脂肪が多く含まれています。その他にもビタミン C とかミネラルとかそういう体にいい成分も多く含まれていて、この魚は美味しいだけじゃなくて体にもいいすごい魚です。この一番マナガツオの美味しいサイズっていうのが2キロ前後のこのぐらいの大きさが一番美味しいって言われています。その一番美味しい2キロぐらいのサイズを血抜きして仲買人さんに渡します。これが一番高値で取引される大きさです。今日は10キロぐらいですかね。大きいのも1匹しかいなかったです。一応漁は潮の周期みたいなのがあって、これから魚が取れなくなっていく潮になっていくので漁はひとまず一旦終わりで、ちょっと休んでからまた再開するっていう感じです。クラゲは駆除して捨てておきます。